こんにちは、タイハッピーです。ご視聴ありがとうございます。今回はね、いただき怪盗ルパンソードということで、怪盗戦隊ルパンレンジャーのメイン武器になるんでしょうかね。レッドが剣、ブルーがマジックハンドで、イエローも剣を持ってます。電池不使用ということでね、ちょっとね、冒険ジャベリンのような匂いが漂ってるんですけど、ソードモードとマジックハンド、ただ持つ場所を変えるだけ、それでチェンジというのかっていうのはいささか謎ですけれども、同時発売のねパトメガ号もそうだったんですけど、ちょっとね箱ちっちゃいかなっていう感じでしたね。まあ、確かにこれ現物は思ったよりはねちっちゃかったですね。ああ、これやっぱりあれだ、はい、ギミックはマジックハンド開閉、これがマジックハンドモード でこちらのグリップを持つことによって剣になる。まあ、これでチェンジってことですね。マジックハンド、柄の途中にある黒いところを持つと開閉。まあ、ここら辺のね付け根の動きが好きなんだけど、このような動きで反対側のグリップを持つとソード、これで切り刻むわけですね。まあ、確かにチェンジとは言いにくいんですけどね。まあ、これで2モード、2つの使い方ができる。でマジックハンドなんですけど、まあ、ここゴムじゃないので保持力は弱いですよね。ダイヤルファイターつまんでもね、ちょっとつるっと滑ります。結構きつい。イエローつまむとこうなります。マジックハンドと呼ばれるおもちゃの方がね、がっつりと掴みます。よっ、やっぱりね、このマジックハンドのように先端ゴムにしてくれるだけで全然遊び方が違うっていう、そんな印象ですね。まあ、ここちょっとプラなんですけどね、つるつる滑ります。まあ、そんなわけで簡単ではありますけども、ルパンソード、はいね、マジックハンド開閉と持ち方によっては剣になる、そんなアイテムです。まあ、現時点でね、放映前に撮影してるんで、劇中ではどんな使い方をするのかわかんないんですけど、まあ、伸びて物を掴んで、ね、お宝いただきとかやってくれたら面白いのかなと思います。はい、そんなわけで以上、トイハッピーでした。ご視聴ありがとうございました。パトメガ号もよろしくお願いします。では。